どうも、ミスター X です。今ね、新大阪にいるんで、めちゃくちゃいっぱいお土産があります。あ、私大阪に住んでるんでね、全然物珍しいものは全然ないんですけど、やっぱりこれですかね、マイコスパンチーヒー、これすごいですね。今日から世界一辛いマイコハンヒーヒーね、ぜひ大阪に来たら買ってみてください。京都の三年坂ですねに売ってる山になりますね。まあそんな感じで、では行きましょうか。新大阪から今日もお送りしておりますけども、最近ね、なんか新大阪に来るとなんかね、あれですよね、どこにでも行けるんで、新幹線で、まあ、西は、鹿児島中央駅ですね、鹿児島県鹿児島市鹿児島中央駅、そして、まあ、東に行けば、まあ、東京ですよね、東京、東海道新幹線で東京まで行けるということで、まあいいですよね、お金さえ払えば行けますから。でそこからどうだろう、北陸新幹線に乗って金沢まで行けますし、あとはあとどこだろう、東京から東北新幹線に乗って北海道まで行けるのか、北海道まで行けるんですよね。そう考えると新幹線乗ってるだけで、まあ、乗り換えね、東海道新幹線から東北新幹線に乗り換え、もしくは北陸新幹線に乗り換えてね、行く必要はありますけども、新幹線を乗り継げば日本全国ほとんどカバーされているということで、あとネックになるのは何かって言ったらやっぱり交通費でしょうね。ただじゃいけないの でしかもね、グリーン車に乗ったり、指定席に乗ったり、まあ、自由席でもいいんですけどね、やっぱり一番いいのはグリーン席になります。まあね、誰でも知ってますよね、そんなことね。まあそのためには何が必要か、お金が必要なんですよね。で最近やっぱり新幹線で、まあ、爆発事故とか、まあ、殺傷事件とかあるじゃないですか。あれ全部起きてるのが大体自由席なんですよね。自由席もしくはまあ指定席の自由席近くで、まあ、事件が起きているということで、まあ、グリーン車ではあまりそういうことは起きないですね。まあ、グリーン車に乗る人ってどういう人かというと、まあ、私そんなこと言いながらグリーン車乗ったことないんですけど、まあ、グリーン車に乗る方はどういう人かというと、やっぱり、まあ、お金にあまり困ってない方、まあ、むしろお金に余裕がある方がグリーン車に乗ると思うんですよ。まあ、そういう人が事件を起こしますかっていう話ですよね。でもこれリアルな話ですけど、まあ、事件が起きる背景にはやっぱりお金の問題があって、自暴自棄になったり、まあ、自暴自棄が多いんですかね。もうそれか、あとはなんだろう、恨みとか、まあ、それにもね、お金が絡むこともありますし、やっぱりどうしてもね、お金が絡んでくるわけですよ。で、まあここで何を言いたいかというと、まあいろんなところに行けるツールはね、あるわけです。飛行機、新幹線、まあもちろん在来線もありますし、バス、高速バス、そして、まあ自分でね、車を運転していくこともできると。いうところで、まあ、選ぶのは自由なんですよね。でもその代わり、お金を払えば早く高速で移動できる、もしくは時間があればお金をあまりかけずにね、本当にその時間、旅を味わいながら移動することもできるわけで、やっぱり時間を味わいながら、まあ、経験をしていくっていうことであれば、お金と時間ってやっぱり必要ですよね。もう今日の朝なんかもう時間に、私の場合追われてますからね、時間に追われる、まあ、サラリーマンの宿命ですよね。サラリーマンの宿命で時間に追われて、
でそして、この電車には絶対乗らないといけないから この時間までには家を出て、そして、まあ、これまでにはね、この時間までには子供を保育園に送り届けてって、ね、もう焦って仕方ないですよね。うん、でこれを続けているとどうなるかというと、どうでしょう、収入上がりますかね。まあ、もちろんサラリーマンですから、あ、私の会社のね、あの実は、まあ、給料って大体決まっていて、一番稼いでる方で大体年収800万から850万ぐらい、これボーナス入れてですね、ボーナス入れてです、850万ぐらいがアッパーでしたね。大体そういう表があって、どこの会社にもあると思うんですよ。これぐらいのね、報酬が支払われるよっていうような目安の、給料っていうのが決まっていて、でもちろんね、課長だったらこれぐらい、部長だったらこれぐらい、社長だったらこれぐらい、雇われ社長の場合もね、そういった金額が決まってるかと思います。まあ、他にね、会社の株を持っててストックオプションでいくらいくら払いますとか配当金とかもあればね、その会社によっては、まあ、給料に、まあ、それなりの違い、インセンティブがある方もいらっしゃると思いますけども、大体、まあ、もらえる金額のアッパーっていうのは計算すれば分かってくるかと思います。で、まあ、それと合わせてセットもんで、やっぱり会社に所属していると時間に縛られるんですよね。めちゃくちゃ縛られる。出社時間もこれぐらいに来なさい、まあ、私の場合は9時ですから、9時に絶対行かないと、まあ、有給休暇を使うしかないんですよね。有給休暇を使って、まあ、9時に間に合わなければね、有給休暇を使うっていうことになりますし、まあ、有給休暇がなくなれば欠勤ということになりますよね。で給料から天引きされるというところでございます。でそれをずっと続けてても、ずっと続けていたとしても給料上がらないんですね。面白いですよね。真面目に働いてもアッパーもあれば給料の上限もある、上限もあって、しかも時間も縛られて、でそしてあとなんだろうな、まあ本当に基本会社っていうのは寄せ集め集団ですから、うーん、ね、志を持って働いてる方もいれば、適当に働いてる方もいる、むしろもう辞めようと思ってる人すらいる、いろんな価値観の人がそこに集まってね、やってるわけですから、まあ、向いてる方向がね、みんなバラバラですから、基本的に、まあ、うまくいかないですよね。うまくいってる会社の方が少ない、だからこそ利益を出してる会社も少ないわけです。まあ、そこに引き換え、それと比べてね、まあ、チームよしくにつきましては、まあ、向いてる方向一緒なんですよね。向いてる方向が一緒で、志は、同じ方向を向いているというところで、じゃあそれはどこかと言いますと2000万ですよね。まずは年間2000万稼ぎましょうという志のもとに行動を積み重ねております。でそしてそのための手段っていうのは、もう本当に自分の空き時間ですよね。昼間の仕事以外の空き時間をどれだけ有効に使えるかっていうことを、まあまだまだですけどね、本当に時間の使い方って難しいなと思うし、今までのその習慣ですよね、今までの習慣がどれだけ何も考えずに行動してきたのかなっていうのが本当に今もう痛感ですね。痛感してます。もう本当にうまく成果を出している方っていうのは時間の使い方が半端なくうまいですよね。半端なくうまくて、もうそれを積み重ねてますから、これぐらいやったらこれぐらいの成果が出る、そしてここから先は未知の領域だから、ちょっとワクワクしながらやってみよう、試してみようっていう感じでね、自分の時間を最大化、効果を最大化させるために、まあ、トライアンドエラーで、それはトライアンドエラーを繰り返して、でそして成長をしていっているということで、まあ本当にね、人間の可能性っていうのは3万倍っていうのはよくわかりますよ。まあ、人間のね、可能性、人間の脳、持っている脳が持っている可能性っていうのは3万倍と、今の3万倍ですって言われてます。まあ、これがわからない方はね、大島圭介さんの動画をぜひ見てみてください。
はい、新大阪から西中島まで歩いてまいりました。いや、今年もあと20日です。ぜひね、いい年を、この動画を見ている方も何回も言うと思います。何回も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 言います。いい年を迎えましょう。この動画を見ていただいている方、エブリデイどうでしょう、見ていただいている方、そして、淀川のおっさんの一番ショーを見ていただいている方、そしてミスター O さんの、ライフズワンダフルを見ていただいている方、本当に皆さんとね、いい年を迎えて、そして1年の刑は元旦にありの、元旦にね、しっかりと今年1年どうなりたいかを思い描いてスタートを切る、そういうね、年末年始を共に迎えたいなと、これ独り言ですけどね、思ってます。はい、ではね、この動画は以上で終わりたいと思います。 あとプレゼントするんで、一般の方もね、プレゼント欲しいですって思ってる方は、LINE アットで、問い合わせというか、まあ、メッセージね、くださいっていう、プレゼントくださいっていうメッセージいただければ予約しておきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。